皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ささくよくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。先日8月23日、まあ日本時間で言うと、8月24日の早朝になるわけなんですけれども、アメリカはインディアナポリスモータースピードウェイで開催されました、インディ500、こちらでですね、日本のレーシングドライバー佐藤拓磨選手が2度目の優勝を飾ったということで、まあ結構ね、ファンの間ではですね、非常に盛り上がっているわけなんですけれども、まあ、今回はですね、この勝利の価値がどうだこうだということではなくてですね、まあ、拓磨選手が表彰台に上がった時に、このポーズですね、このマシンの上に上がって、左足を上げてこういう感じでポーズを取った、これ、まあ、一応グリコポーズという感じで言われてるんですけれども、こちらをですね、今回はですね、まあ、ノリと勢いでちょっと絵を描いてみようかなと思っています。はい、というわけで、まあ、モチーフは当然これになるんですけれども、まあ、どういう感じにしちゃうのか、これからちょっと描いてみたいと思います。
というわけで出来上がったのが、まあ、こちらなんですけれども、まあ、これがですね、何を意味するのかっていうのをお分かりになる方もいるとは思うんですけれども、大阪は道頓堀にありますグリコの非常に大きな看板があるんですけれども、現在はですね、6代目の看板、看板といっても、まあ、この一面大きな看板が全部 LED になってまして、今はですねこういろんな映像が表示できるようになってますんで、まあ、たまにですねこのグリコのランニングマンがですね、綾瀬はるかさんに変わってたりですね、まあ、いろんな装いになってたりすることがあるんですけれども、まあ、前回佐藤拓磨選手がインディゴやって優勝した時もグリコのランニングマンに変わって佐藤拓磨選手の画像にこう差し替わってたことがあったんですけれども、まあ、グリコっていうのはですね、まあ、佐藤拓磨選手とまあスポンサーでもあるので、まあ、その縁で、そういう演出がされたんですけれども、まあ、今回はですね、しっかりちゃんとしたこのグリコポーズになってますんで、まあ、こう書いた絵の通りになるかどうか分かりませんけれども、まあ、前回と同様にですね、まあ、そういうことがあったわけですが、まあ、当然だとは思うんですけど、そのグリコサインもですね、こういった、佐藤拓磨選手がこうグリコポーズを取ってるものにこう差し替えられるんじゃないかなとは思うんですけれども、で、まあ、できればですね、いつもグリコサインに入ってるこのランニングマンに代わってこの拓磨選手を切り抜いた写真を入れた感じにして作っていただければなと思うんですけれども、まあね、それはどうなるかちょっと分かりませんけれども、まあ、この絵ですけど、まあ、ちょっと今回ですね、新しく買った画材があって、まあ、この一応これ、アルコールペンではあるんですけど、ちょっとですね、まだちょっとこの画材に慣れてなくて、まあ、ちょっとアップにするときついものがあるんですけど、ちょっとですねこのディティールがペンのインクのにじみがひどくて、ちょっとディティールはいささかあまり良くないかなとは思うんですけど、まあノリと勢いなんで、これはね、まあ一ファンとしてのまあノリと勢いでやったことなんで、まあまあいいかなと思います。はい、一応ですねこの足元なんですけど、一応インディゴ役のブリックヤードになってます。はい、まあ、こんな感じになって、グリコサインになってくれればいいかなという、まあ、願いも込めて、ちょっと今日書いてみました。はい、まあ、拓磨選手にはですね、今度はシリーズチャンピオンをですね、ぜひ狙っていただきたいと思います。はい、まあ、今年の開幕からはですね、まあ、インディ500でも最後まで争ったスコット・ディクソン選手が非常に好調で、開幕から、ね、勝ちまくっているところなんですけれども、まあですね、ぜひとも頑張って、CJ チャンピオンを目指してもらいたいと思います。はい、というわけで最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。